はい、時刻は4時を回りました。繁栄軍師純英の人生好転ラジオ、ここが私のターニングポイントのお時間です。この番組は毎週素敵なゲストをお招きして、その半生を伺いながら、その方のターニングポイントでどんな出来事があり、何に気づき、どう行動したかをお聞きしています。毎回語られる様々な人生好転ストーリーの中から、ラジオを聴いてくださる皆様の生き方のヒントにしていただきたいとの思いからお届けしております。本日はコンビニ社労士、コンクリ株式会社代表取締役の、安さやかさんにお越しいただきました。安さん、こんにちは。こんにちは。はい、今日はよろしくお願いします。お願いします。はい、安さんと初めてお会いしたんですけど、はい、笑顔が素敵ですね。 ありがとうございます。下地さんも素敵です。ありがとうございます、はい、先ほどからで、打ち合わせもちょっとさせていただいた時に、すごいずっと笑いっぱなしでもう笑いが全てですよね。そうですね、人生笑いですねもうすごい楽しい打ち合わせだったんですけど、ありがとうございます。はい、安さんはコンビニに特化したコンサルタントとして、まあ、はい、ご活躍なんですけど、はい、まあ、実際に現在どういうお仕事をされているのかっていうのを、はい、また自己紹介兼ねながらちょっとお話しいただけると助かります。はい、はい、改めまして安さやかと申します。コンビニ社労士という肩書きで活動させてもらっていまして、はい、具体的には今少しお話もあったんですが、はい、コンビニエンスストア業界に特化した人材のお手伝いをしています。はい、例えば人材が集まらないとか、うん、育たないとか、うん、あとはやっぱりコンビニも経営なので、うん、その経営の労務の部分の相談をしたい、はい、そういった方の悩みや相談にお答えしているというのが私の仕事です。なるほど、はい、心強いですね。確かに、そう言っていただけると。今人材不足とか、やっぱりネットにね、変な動画が上がるぐらい、社員さんの教育ってすごく、重要な要素になってくると思うんですけど、はい、そういう経営者さんが自分だけで考えていくっていうよりも、そういうアドバイザーとかいらっしゃると本当、はい、心強いと思うので。そうですね、はい、今回、はい、まあ、沖縄でもどんどんそういう展開もされていく予定なんですか。はい、そうできたらいいなと思って、先月からちょいちょいとお邪魔しております。そうなんですね、はい、じゃあ沖縄の経営者さんもこれからね、はい、心強いパートナーとまた出会うきっかけが多くなってくると思うので、はい、楽しみだと思うんですけど、はい、安さんが現在のこの仕事の、形態っていうんですか、はい、今のお仕事に至るまでって、まあ、いろいろ転換期ってあったと思うんですけど、はい、その中で、まあ、ご自身の中で一番インパクトのある、ターニングポイントってどういうとこでした。はい、はい、私は今の仕事をする前は、うん、ディズニーという業界に勤務をしておりました。はいはいはい、ディズニーストアという小売業だったんですが、うん、その時の店長に言われた言葉が、はい、ものすごくターニングポイントになったなと今でも思います。はい、なんて言われたんですか。これはですね、はい、あなたには花がないって言われたんですよ。そうなんですか。はい、いや本当にこういう言い方をされまして、うわー、なんかちょっと嫌みったらしい言い方ですね。嫌みったらしい人でしたよ。そうなんです、はい、でもすごく尊敬している方だなんですよ。はあ、はい、尊敬してる方がそれを言うっていうことはやっぱり何かあったんでしょうね。ありましたね。もともと私がアルバイトでディズニーストアに入りまして、はい、途中で昇格をしました。はい、そして部下といいますか、まあ、キャストというんですけれども、うん、このアルバイトのキャストさんを束ねる立場になった時に、うん、その何でしょう、束ね方といいますか、はい、マネジメントをしていくそのやり方がやっぱり違っていたといいますか、うん、どうしてもその成果が出ないようなやり方を私がしていたっていうことを当時の店長が見抜いてくださった言葉がそれだったんですよね。はい、でこれを言葉をやっぱり言われた時って、はい、感情的に受け付けられないっていう人と思うんですね。うん、もう多くの人が、はい、どうでした。いやもう本当腹渡が煮えくり返るかと思ってですよね。はい、なんだこの人はと思いました。でどうされたんです。これはですね、はい、実は私の同期で入った、まあ、同じ立場の子が、うん、途中で私よりも先にステップアップさんですね、はい、でマネジメントの仕事をするようになって、うん、その子と私の違いを問われたっていうのがきっかけだったんです。あ、なるほど。でその子に会って、あなたにないものは何って言われたんですが、うん、全く私は想像がつかなかったので分かりませんって、すごいもうそれこそイライラしてるので逆切れみたいな、そうです、逆切れのような回答をしたらですね、はい、考えろって言われたんですよ。ほう、
考えろって言われても分かんないですよって、うん、容姿が違うんですかってバカ者みたいな、はあ、そういうやり取りもしながら、はあ、結局悩めって言われたので、うん、まあ、花がないって言われた後に、うん、もうイライラと悔しさと悲しさといろんな感情が混ざった状態で1週間自分のと向き合いました、うん、で向き合っていって1週間経ったぐらいの時に、うん、その子に会って私にないものが分かったんですよ、うん、それ何だったんですか。これはですね、はい、どれだけ周りの人と会話をしているか、うん、コミュニケーションを取っているかだったんですね、はい、でそのコミュニケーションも何でしょうね、こう仕事の指示とか、うん、アドバイスとか、うん、できましたかとかそういうことではなくて、うん、あ、何々さんおはようございます、今日も元気そうですねとか、うん、あのお子さんの運動会うまくいきましたかとか、うん、そういう会話だったんですよ。なるほど、もう何気ない日常会話ですけど、はい、この関係性においてはすごく大事な部分ですよね、うん、そうですね、まあ、その方に思いを寄せるっていうね、あなたと一緒にいるっていうのを伝える、はい、きっかけとしてね、挨拶とか声かけ、はい、これ気づいてどうでした。気づいて目が覚めました、はい、あ、これだったんだと思って、うん、最初は本当に分からなかったんですよね、うん、で管理をする立場だから、うん、ちょっと偉そうにしてなきゃいけないのかなとか、うん、いろんながんじがらめに自分をしてたんですけれど、はい、そういうものが全部鎖が取れて、ものすごく身軽になりました。そしから人と話す、うん、コミュニケーションを取るということが楽しくなりましたね。あ、これ楽しくなったっていうことはすぐじゃあ行動に移せたっていうことですかね、はい、そうですね、うん、まあ1日明日とか明後日とかそういうものではなかったですけれど、うん、1週間2週間ぐらいで、うん、じゃあ行動してみようと、うんうん、もう今まで話してこなかったそういう他愛のない会話も、うん、いろんな人とチャレンジしてみようと思って、うん、チャレンジをしていった結果、うん、もう本当に会社といいますかお店の雰囲気が良くなりましたし、まあ、売り上げもやっぱり良くなっていったなと思います。最終的にはやっぱりあのいろんな、ノウハウテクニックっていうのが、うん、まあ、はい、今氾濫してるじゃないですか。本もいっぱいあったり、はい、YouTube でもそういう情報っていうのは取れるんですけど、はい、結局そこで、効果を出したっていうのはこの人との関わりっていうところがやっぱり大事だったっていう経験されたっていうことですね、はい、そうなんです、うん、じゃあ、はい、職場も楽しくなりますね。その流れだと楽しくなりましたね実際に。でその最初は近づきがたいって言われてたんですよ、はい、周りのキャストから、うん、でもそういう関係になって、うん、すごく話しやすくなったとか、うん、働くのが楽しくなったって言ってもらえて嬉しいですね。いや嬉しかったです、はい、それを聞いて私もまた感動するという、もう本当いい意味のスパイラルが起こり始めましたね、はい、もうどんどんね環境良くなっていくと思うんですけど、はい、楽しい職場、ね、あの今改善、まあ、自分の気づきがあってそこを改善できて、はい、周りとの人間関係も良くて売り上げも上がって、はい、仕事としてはめちゃくちゃ楽しいじゃないですか。楽しいですね。でこれから、はい、あのコンビニ業界に移られるんですけど、はい、ここで何かあったんですか。はい、実はですね、はい、ディズニーストア勤務の3年目に赴任してきた直属の上司が、はい、あのコンビニの出身だったんです。まあ、セブンイレブンで沖縄でも今度入ってくるって言われている、はい、あのチェーンの出身 で、うん、でその方から言われたのが、うん、例えば商品、まあ、特にお菓子とか、はい、そういう食べ物を売るときに、はい、ケーキ屋を見に行けって言われたんですよ。ケーキ屋と思って、うん、ディズニーとケーキ屋の何の関連性があるんだろうと思ったら、うん、そのケーキ屋さんはその日に売る個数を決めるために、うん、例えば天気とか気温とか、うん、寒暖差とか、うん、周りのイベントの情報などを全部収集して、うん、その日にいくら売るかっていうのを決めるんだそうです、うん、でそういう計画をちゃんと立てて、うん、仮説って言うんですけど、うん、立ててで行動に移すっていうことが大事だよって言われた時に、うん、なんだこの業界面白いなと思ってこれまた目から鱗だったんですよね、それからもう急にコンビニ業界に興味を持ち始めて、うん、はい、転職をしようということになったんです。なるほど、はい、これあの思ってから実際に行動を移すまでってどれぐらいかかりました、はい、実際は2年かかりました。あ、結構かかってますね。かかってます、はい、やっぱり葛藤があるわけですね、まあ、今ね、いい感じで育ってる環境もあるし、うん、そうそうそうなんです。転職に対しての不安っていうのはなかったんですか。ありました。やっぱり異業種の転職、同じ小売業とか同じ接客といっても、うん、全く売るものが違いますし、うん、売り方も違うし、うん、ブランドも違うしっていうことで不安だらけでしたね、うん、これはそれを乗り越えたきっかけ、なんか出来事ってあるんですよね、はい、
そうですね、うん、それを乗り越えたきっかけが、うん、何でしょう、まあ、途中でそのさっき言った花がないの店長が変わってしまったんですけれど、はい、うん、そうですね、うん、なんだろう、なんでしょう、こう、 うまくちょっと言えなくなってきたんですけど興奮しちゃって、ね、はい、でもそういうコンビニの情報をたくさん収集していて、うん、で一回私行動に起こしたんですよ、はい、そのセブンイレブンの本部を出た上司に習おうと思って私もセブンイレブンを受けたら、はい、残念ながらその時はダメだったんですけれど、あ、落ちちゃったんですね、はい、はい、実はその上司が私よりも先にまたディズニーを辞めて、うん、別のコンビニチェーンに就職をしたんですね、はい、でたまたまそのチェーンの募集要項が私の見ていたネットに飛び込んできて、これだみたいな、このチャンスを逃したら、うん、もういけないこの業界に私転職できないかもと思って、はい、勇気を出して転職をするってことにしました。もう決めてそこを打つて、はい、もうそこはもうスムーズに入れたんです、はい、スムーズにいっちゃいましたね。やっぱり行くべき時と、はい、もうタイミングだったんでしょうね。だと思います。あ、まあ、当時の社長がディズニーをすごく好きで、はい、脱コンビニって言ってたんですよ、はい、でその脱コンビニの典型的なものが、まあ、ディズニーだった、うん、目指すところがそこだっていうことで、はい、もうディズニーでしょみたいな、合格みたいな、そんな感じ軽いですね軽かったですね、そうなんです、はい、トントンと言っちゃいまして、それで転職することになりました。なるほど、はい、でこの今ヤスさんのベースとなるコンビニ業界にでの、まあ、お仕事 の、 ベースをそこで、スタートするんですけど、はい、そこからの話もまた面白そうなんで、はい、一旦ここで CM を入れさせていただいて、後半でじゃあコンビニ業界に入ってきてどういう経験を積んだかっていうのをちょっとお話聞かせていただきたいと思いますので、はい、一旦 CM 行きます。お母さんの幸せ、それは家族の幸せ。心からの手当で、心からの医療を。アイレディスクリニックは、小さな命を守るために、早産ゼロを目指します。あなたの広告、街中で大きく宣伝してみませんか？伊佐交差点近くの大型ビジョン、デジタルサイネージなら、交通量の多い国道58号線沿いで PR に最適です。毎月1万円から掲載可能。広告内容も幅広く対応しています。お問い合わせは 934-1111 クレド株式会社まで。軽自動車の時代、軽がマンドイビンド、長浜モーター、鈴木の新型ソリオ、他軽がヤッシャイビンド、長浜モーター、宜野湾中古車街道ど真ん中、黄色い建物が目印、軽自動車のスーパー長浜モーター。繁栄軍師純也の人生好転ラジオ後半です。前半ではですね、安さんが、ディズニーの、関連の企業で、働いている時に、上司から花がないと言われて、そこから、自分に会って、同期の、先にステップアップした、同期の女の子に、その答えを見つけたと。でその中では、ノウハウではなくて人への思いやりだったり接し方っていう、大きな気づきを得て、職場環境が良くなって、売り上げも上がって、すごく、いい感じのお仕事をしてたんだけど、あるきっかけ、まあ、上司からのきっかけで、コンビニ業界の裏での仕事、データを収集して、それを、売り上げに反映させるっていう、仕事に興味を持って2年間かけて、コンビニ業界に飛び込んでいったっていうお話だったんですけど、はい、実際に入ってどうでした？やっぱり思った通りの、業界でした？いやー、これがですね、はい、もう旗から見てるのと全く違う業界だったんですよ、うん、ほう、難しい難しい、はい、はい、なんかお店で、うん、例えば店員さんがレジに立っていらっしゃいませってやって、ピッピッピッってスキャナーでなんかこう登録をして、はい、お金預かってっていう、あの一連の流れだけを見てたので、はい、簡単じゃんと思ってたんですよ、はい、全然簡単じゃなかったです。ほう、難しいと思って、でかつ、うん、業務量が多いんですよね。ほう、でもうコンビニの業務っていろいろこう細かく分散すると、うん、1200ぐらいあるって言われてまして。なるほど。それを1日の中でやっていくので、うん、長時間労働になりがちだったんですよね。もうそのせいでというとあれなんですけど
怖いなこの業界と思いました。うん、覚えることもたくさんあって、はい、でこれ習得しても、まあ、実際の日々の業務自体でも、はい、もう時間に追われるような形になるんですね。そうなんですよ。もうピークも待ったなしでやってきますし、要は昼休み、はい、あのちょっと背景を話すと、うん、オフィス街のコンビニだったので、はい、ピークがあるんですよね、はい、朝と昼休みと、うん、まあ、あと夜にあって、うん、そのピークって待ったなしなので、うん、準備をそこまでに絶対終えてなきゃいけないとか、それまでに人をちゃんと用意しとかなきゃいけないとか、うん、休憩ちゃんと回してあげないといけないとか、うん、いろんなことを考えながらやっていかなきゃいけないんですよね、うん、これが大変でした。なるほど、はい、で実際にそこで、やってもう店舗での、はい、仕事がメインだったんですか？そうですね、最初はお店に入りました、はい、で私が入った店はちょっとコンビニとは言えないぐらいの、はい、おかしなお店だったんですよ一言で言うと、どんな感じだったんですか？これはですね、コンビニ機能に DVD のレンタルの業務が入って、はい、かつ書店の業務が入って、もう何でも屋さんですね。何でも屋ですね。さらにキャラメルポップコーンを作っていると。作ってるんですか？はい、ほう、もうあのキャラメルポップコーンの匂いが充満してる店でしたね。すっごい広いんですよ。90坪ぐらいあるお店で、はい、通常のコンビニの倍ぐらいの広さなんですが、うん、その代わりいろんなサービスがついているので、それを全部こなさなきゃいけないっていう、そういう業態にいたので、もう業務が通常のコンビニの2倍3倍という、とてもじゃないけど人が1日8時間働くっていうのがありますけど、うん、はい、そんなのとんでもないです。足りないです、ね、足りなかったですねじゃあ人を増やしても、はい、まあ、こなせるようなものじゃなかったっていうことですかね、はい、正直言うとそうでしたね。業界をというか業態を作るっていうタイミングで私もその業態に関わったので、あ、はいはい、まあしょうがないなと思ったんです、うん、業務量多いだろうなって、はい、実験もあるしと思ったんですけど、それがいつまで経っても終わらないので、うん、結構ストレスを抱えてしまって、うん、でもともと私ちょっとアトピー性皮膚炎の傾向があったんですけど、はいはいはい、それがまた26歳の時に再発するということが起こりました、はい、まあ、もうストレスが一番影響するって言いますもんね。そうですね、もう勤務時間が長くてストレスも抱えてたら、はい、もう睡眠時間少ない中でも痒くて大変でしたね、うん、じゃあね、いや辛かったですね。8時に出勤して夜中1時2時まで働いて、そんなに長く、はい、でタクシーで帰って、で帰るとまた2時とか3時とかになるんですよね、はい、でまた6時に起きてなので睡眠時間3時間ちょっとでした、もう帰るってもうちょっと休憩ぐらいのあれですね、はい、そうですそうです、はい、でそういう業態の中でどれぐらい続けたんですか、はい、そこはお店は実は1年ちょっとで、まあ、1年でもこれ体力よく持ちましたね、はい、頑張りました、はい、でそこを経験した後は違う部署に移られたということですよね。そうなんですよ、うん、これもまたきっかけがあったんですけれど、はい、まあ、新しい業態だったので、うん、育成に関する部門が何一つなかった、はい、でそれをあの作りませんかって言ってくださったのが、うん、まあ、私も下地さんも共通の知り合いの、はい、高橋秀樹さんという方だったんですね。素晴らしい方、ね、そうなんですよ、はい、その時に初めて出会って、はい、育成部門作ろうよって言ってくださって、はい、それでキャストと今ごめんなさいスタッフさんの育成を始めたんです、はい、はい、でそうするとやっぱりそれ単体の人員が必要ということで、はい、実際にお店だったんですが、うん、お店から離れて本部社勤務に変わりました、うんうん、そこでの、業務っていうか、まあ、経験って、はい、まあ、今コンサルタントで人材育成とかっていうのもされてるということだったんですけど、はい、ここがやっぱり今の業務のベースになってくるんですかね、はい、そうですね、そこから実際に研修とか育成ということを実際にやり始めましたので、はい、まあ面白かったですこれも。ああ、はい、もう武士のあれ働き方としても合ってたということですね。合ってたと思います、はい、その時例えばガソリンスタンドもくっつくような業態だったので、おつよん資格っていうんですか、危険物取扱者になったりとかこれがまた面白くてそうなんです、はい、そう資格も取りながらやっていったんですよね、スタンドでも働けますね。働けちゃいますもん私、はい、ちゃんと給油解除とかできます。あ、そうなんですね、はい、セルフスタンドで。で実はその中で、うん、あの労働基準法とか、はい、労災保険法という法律を教える科目もあったんですよ、うん、ただそれはもともと先輩とか上司がやってた項目だったんですが、はい、それをやる人が実は、まあ、会社がいろいろあってなくなったんですね。皆さんいなくなってしまって、じゃあ誰がやるのってなった時に、うん、私しかいないと決めて、はい、それで
ただ勉強しないと、うん、そんな法律の話なんて絶対教えられないので、うん、じゃあ勉強しようと、うん、で勉強するんだったら成果が欲しいな、はい、よし資格だ、うん、そこでたどり着いたのが、まあ、私の肩書きにもなってる社労士っていう資格だったんですね。おこれでどんどん形が作られていきますね。そうなんです。で社労士、はい、要はサラリーマンというかもう、ね、会社勤めをしている時に取られて、はいはい、で、会社内でこの資格というかこの知識は活かしてたということですよね、はい、そうですね、うん、まあ、あくまでもその項目を喋る時だけではあったんですが、はい、ただ周りの先輩のトレーナーさんはそのあたりの知識があまりないので、うん、例えばこういう時ってどうなのっていう相談を社内で受けるようになっていきました。またオーナーさんからもやっぱり相談を受けることが増えていったので、うん、あくまでも会社員の立場でしたけれど、うん、労務の話をするきっかけが少しずつ増えていきました。これ多分もうすぐ独立はされてないということですね。しないですね。どれぐらいそこで経験されたんですか。実際3年です。この、3年の間にいろんな相談のケースがあって、はい、経験ってそこでね、はい、いっぱいされてるじゃないですか、はい、多分すぐ独立したら、はい、その仕事ってなかなかいただけないからその経験すら、いただけなかったって可能性もありますもんね。ありますね。最後この3年経って、はい、会社から独立しようって思ったっていうのは何かありました、はい、そうですね。まずは、うん、まあ、いくつか理由はあったんですが、うん、社労士の資格って独立できる資格だっていうことを取ってから初めて知ったんですよ、うん、で実はその社労士を取ったことをきっかけに、うん、ツイッターとかブログとか、うん、あとポッドキャストっていうネットラジオを始めたらですね、うん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 、周りからいつ独立するのってもうあっちこっちから聞かれ始めたんですよ。独立するの私って思って周りの方が盛り上がってそうなんです。周りが盛り上がって自分が全く独立のイメージがなかったんですが、だんだんその気になってったっていうのが実はその3年の中にありました。そうなんですね、はい、なるほど。ただ社労士ってデスクワークなんですよ、よく見ると、はいはい、なのでなかなかそのどういうふうにそれを形にしていくかっていうのが分からなくて、うん、それで悩みましたね。なるほど、はい。で実際に独立されて、はい、苦労した点って何かあります？そうですね、やっぱり社労士の業務をやらないで独立したので、うん、その社労士として求められるっていう時に、うん、全部が初めての経験だったんです、はい、それを知って実践していくのにやっぱり苦労したなっていうのはありますね。最初はただ人と話すっていうところとか、はい、相談に乗るっていうのはもう得意中の得意だったので、どちらかというとそこでどんどんこうお客様になっていただいたっていうのがあります。わあ、そうなんですね、はい、一番最初 の経験が生きてます ね、 そうですね、コミュニケーションっていう。そうなんですよ。なるほど、はい。で今、活動の範囲としてはどのあたりまでやってるんですか、はい、場所、はい、エリアですね、はい、それは全国です。全国、はいはい、拠点としては東京でしたっけ。拠点は東京ですね、うん、関東圏になります、はいはい、で例えば安さんに、はい、相談に乗ってほしいとかっていうと、はい、例えば、電話とかそういったことでも、顧問契約っていうのも結べるってことですかね、はい、そうですね、うん、実際に離れた愛知県のお客様では、はい、メールと、うんうん、時によっては LINE とか電話もあるんですが、うんうん、基本メールでやり取りさせてもらってます、うん、なるほど、はい、そしたらもう地域関係なくもうあれですね、はい、相談もできるということですね。そうですね、はい、で例えばお店に行ってほしいって言われたらもう行きます。なるほど、はい、もうやっぱり人に関わることで悩んでる方も多いんで実際見てほしいという方も多いということですよね。そうですね、うん、はい。で安さん、残り時間もわずかになってくるんですけど、はい、なんかリスナーの方になんかメッセージってあります？そうですね、うん、まずコンビニというところで言えば、うん、コンビニ業界って今いろいろ話題になってますけど、はい、どんどんなんか興味を持ってほしいなっていうのが一つあります、はいうん、でそれをきっかけに実は私もですね、うん、5月あたりからラジオ番組を持っちゃおうかなということで今少しずつ進めてるところなんですよ。どちらです、はい、FM ギノワンさんで一緒じゃないですか先輩です、もう先輩後輩
よろしくお願いします。曜日っていつの予定してるんですか？まだ決まってないんですけど、はい、月曜か火曜かそのあたりになるかなというところで。そしたらそういう、はい、ヤスさんに関する情報とか、まあ、僕の専用の YouTube チャンネルでも、説明欄の方に、リンクをどんどん貼っていきますので、ぜひぜひこの音声を、放送を聞いていただいた方は、興味ある方どんどん、辿っていって、はい、ヤスさんとつながって、ご自身の経営とか、それをどんどん改善していかれていってほしいなと思いますので、はいはい、もうこれからもじゃあ沖縄に来る機会も増えてくると思いますんで、バンバン来ます。楽しみです。はい、今日は本当来てくださってありがとうございました。ありがとうございました。はい、また今後ともよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、この番組の内容はリスンラジオというアプリを使って世界中どこにいてもリアルタイムでお聞きいただけます。放送局 FM ギノワンから番組名をたどってご登録ください。本日のゲストはコンビニ社労士コンクリ株式会社代表取締役安紗友香さんでした。また来週お会いしましょう。さようなら。